番初心者さんにですね、あの英語をあのレッスンしていてね、まあ、最初ね、英語を話すのに何がブロックになってますかっていうあのことを聞いたりするんですけども、結構ですね、あの自信がないという方がいるんですね。まあ、発音が合ってるかわからないし、あの文法もわからないし、あの自信がないと全然、うん、まあ、わかります。確かにね、そうですよね。でね、あの自信はですね、あのつけるもんなんですよね。自信はつけるもんなんですよ。で、自信ってね、どうやってつくかってことなんですけど、これつける方法があるんですよ。結構簡単です、はい、はっきり言って、はい、自信ってですね、まあ、自分を信じるって書くじゃないですか。自分を信じるね、うん、自信って他人からつけてもらうもんじゃないんですよね。自分でつけるもんなんですよね、うん、まあ、そこ一つまずポイントですよね。で、何をやったら自信がつくかってことなんですけども、それはですね、あの何か一つをやり遂げるってことなんですよね。ちっちゃなことでもいいので、何か一つやり遂げるってことなんですよね。で、やっぱりやり遂げるっていうことは、要は自分との約束を守るってことになると思うんですよね、うん、例えば私はこの1ヶ月間発音練習をやるって決めましたと、ね、1ヶ月やるんですよ。やった後どうなってるかっていうと、それはね、あなたが得られるものは発音がうまくなってることだけじゃないんですよ。自分に対する約束を守ったっていう自信が生まれるんですね。そこが大きいんですよね、はい。で、英会話って、あの本当自信がないとやっぱり言葉って出てこないと思うんですね。それは単語力とか文法力が上がってもそうです。結局自分を信じられないと言葉が出にくいわけですよ。なので自信はつけていく必要があるんですけれども、でもそれってね、人からつけてもらうものじゃなくて、自信は自分でつけるものなんですね。自分